めていった。風の嘆きに散る枯れ葉、橋のたもとで背を向ける。ここが別れの縁切り橋、通称レコ祭、作詞家作曲家の登竜門です。ささくれて騎馬立つ天のひらに、せいにゃちえさな。作家になりたい、作品を全国発売したいという方は、作品を六王に応募してください。一次審査を通過した作品にはオリジナルの楽曲がつきます。そして専属のボーカリストによってレコーディングが行われ、作品が完成。レコ祭の作品部門六王にエントリーされます。最終審査の結果、全国デビュー採用審査で合格した作品は全国発売、カラオケ配信等がスタート。夢の作家デビューを果たします。
六王に作品を応募したい方はこちらをクリック。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。